アウディのアウェイとか、うん、今日ウェイジ邪魔でめっちゃ見える。アウディの、ああこれ光反射してめっちゃ撮りにくい、新型のアウェイとか、タイヤミシュランだ、タイヤミシュラン、うん、意外に車高も低いよな。車高も意外に低い。本革のシートだな。左ハンド。がっつり寝てるインパンでね、スーパーカーだよ。助手席に何か書いてあるか、何がクワトロかなんか書いてあるか。すごい。かっこいい。アウト。これだけなんかがっちりガードされてるな。この車だけがなぜかがっちりガードな。R8。R8。新型のスパイダー。エンジン後ろだな。まあ、ランボビギニほどその幅はないけどね。幅はないけど、ちょうど扱いやすいサイズかな。あるよと。V10 エンジンか。R8 となると、8だけどなぜか V10 なんだな。V8 かと思ったら V10 エンジン。R8。新型のコルベットの C8 だな。 C の8でいいのかな。すごい、光で反射して何も撮れん。コルベットの C8、 右ハンドか。右ハンドなら嬉しい。コルベットのすごい C8。 ここが今度角危ない。はい、一緒に乗ってる。角めっちゃ危ないね。デザイン的なもの。これは。そうです。これ、ぶつけるとあれだし。普段は開けっぱなしにはしないので。C8 でいいんですか。はい。1世代目の。C8。屋根はもっと開かないんですか。今日は開けてないです。開けてないんですか。開けないんですね、今日は。そうですね。ライトがついちゃうので、バッテリー上がってしまうので。ああ。コルベットの C8 新型。新型の C8 で。完全にスーパーカーだな。完全にスーパーカー。4本出し。本日3回叩いているディーラーのご紹介です。アウディ。これなんでこんなとんがってんだ。これなんでこれとんがってんだ。シボレー。BMW。右ハンドルか。右ハンはいいよ。これはスピーカー BOSE。 スピーカーが BOSE。 ジャガー。なんだろうこれ。すごいな、がっつり寝てるね、インパネ。マセラティ。すごいな。メルセデス・ベンツ。すごい。ルノー。1400万ね。1400万。また会場奥では安い正規入社ディーラーの認定中古車。マセラティだ。お時間の許す限りマセラティ。マセラティの MC21 ね。マセラティ初のガルイン、バタフライド、シザースド。こんな感じか。すごいな、車幅。右ハンドルか。マセラティ、ちょっと右ハンは嬉しいな。右ハンあると思わなかったな。MC20。タイヤブリヂストンだな。これ何インチかな ?20 インチぐらいはあるか。すごいな、マセラティ MC21。 これかっこいい。イタリアだな。うん、スーパーカー。マセラティのスーパーカー。これいくらぐらいするんだろうね。1000万円でそこじゃ話にならん。そんな感じか。エンジン後ろ、後ろほとんどカーボン。カーボン、カーボン。マセラティカーボンパーツ。バタフライドか。めちゃくちゃ横にでも競り出すもんだよ。これでもスーパーでは車降りれんな。これスーパーでは車は降りれませんね。駐車場もなかなか出入りしにくい。本革のシートではなく、これは何だろう、アルカンターラとかな、そんな感じか。ステアリングはバックスキル。すごいな。モニターが随分低い位置にあるね。ハードルシフト。マセラティ。MC20 って書いてあるのでね。嬉しい。これすごい。MC20。MC20。こんな感じか。
馬力3リッターだ。 V6 のツインターボ3リッター、こんな感じだね。忘れてシングル MC にしよう。バッハ、マイバッハ、どうぐらい、1億円ぐらい、1億円ぐらいするんですかこれ。2800万ぐらい。あ、そんなもんですか、はい、マイバッハ、マイバッハ、そうです、そうだ、もっと安いですよね。1億円ぐらいするかと思って、1億円ぐらいマイバッハ、これもすごいな。これ何、22インチか。これノーマルでこのホイールはいいな、すごいかっこいい。マイバッハ S580 だ。 S580 テールランプついてるもんね、すごい。もうテールランプがすごい鮮やかだ、光が反射して。うまいだ、うまいだ。左半20、すごいな、これすごい、かっこいいな、かっこいい。マイバッハ、マイバッハ、ベンタドール、これ浜松のあのイベントで見たやつと同じだな。あの時と主催者が多分一緒なのかもしれんね。ベンタね、このラットスタイル風のラッピング、リバティーウォークか、リバティーウォークのガス、多分エアサスかなんかでガッツリで、めちゃくちゃ車高低いな。これはすげえな、リバティーウォーク、フルカスタム状態。こんな感じね。ランボルギーアベンタドール、ベンタドール、かっこいいな。ワイドボディ、あ、ベンタでワイド、こんな感じか、正面から乗る。裏缶だな、オレンジ色の裏缶ね。これもなんかあの時浜松で見たような気がするな。あ、ベンタ、あ、ベンタで裏缶か、裏缶、これすごいな、こんな感じ。裏缶ね、この2つね、んだフェラーリか、フェラーリだけど、フェラーリっぽいけど、フェラーリのマークはないよな。えってフェラーリのマークパラってるな。フェラーリだとマークちょっと欲しいけどな、すごいな、左ハンド。フェラーリ。マンスリーだよ、マンスリー。48やつか、そこらだな。フェラーリ。コルベット C7 かな ?C7 か8か。どっちだろうな、俺。7か8とこらだな、コルベット。コルベットね、黄色、ガルウィング、すごいかっこいい。黄緑の裏缶、裏缶ね、裏缶の正式名、裏缶ペルフォルマンテ、裏缶ペルフォルマンテ、V10 エンジン、排気量 5.2 リッター、馬力640。裏缶、裏缶も裏缶で十分だよね、俺は。だからね、もう一枚ランボルギーニね、アベンタドールか、アベンタドールは SC とか SC すげえな。これもカーボンの、カーボンからすごい、ベンタドール。なんかでこうガッツリ、
アベンタドールロードスターとか。ロードスターっていうか、これ屋根開く、そういう感じかな。屋根開きのアベンタ。すげえ。がっつり寝てるインパンで。で、カーボンのリアウィング。マフラーセンターだし。いかつい。これはすごい。かっこいい。ほら。でけえ。車幅やばいな。車幅2メートルか。2メートルぐらいありそうだな。アベンタ。アベンタの後ろね。これ裏缶の後ろ。裏缶。マフラーが若干こう高い位置から出てる、そんな感じかな。この方がなんか音がね、響きいいような気もするけどね。裏缶ね、黄緑。多分何回か撮ってるかもしれないね。コルベットのこれ C7 だな。 C7 のコルベットね。センター出しマフラー。 C8 だと両サイドになるのでね、まあなんとなく似てるけどね、いつもこうなんか特徴が分かりにくいっていうかね。ガルウィングはガルウィングだもんな、コルベットね。 C7 後ろフェラーリ488とか、まあそんな感じか。488か。こんな感じ。後ろね。さっき前から撮って後ろ。ちょっと後ろ。センター出します。センターのデュアル。後ろエンジンむき出しね。エンジンむき出し。フェラーリワンテン。488かな。488のスパイダーとか、そんな感じかな。何の覚え書きもないもんで。わからんけどね。ホイールもこれ変わってるね。謝罪品のめっちゃ台形のホイール。フェラー。裏缶の後ろだね。裏缶。ホイールもこれ謝罪品に変わってるか。こんな感じね。ガヤロド。なんかガヤロドではないよな、これ。まあ、とりあえずランボルギーニね。ランボルギーニ、ダカン、後ろ姿、リバティウォーク、リバティウォークのワイドボディのアベンタドールだな。これやばいな、これなかなか普段見れんよな。これ乗ってる人はな、案外近くにいたとはね、すげえな。メイドインジャパン、LB パフォーマンス。これ全部ラッピングだよな、どう見ても。まあ、こういうね、ラッピングだけでも100万ぐらいかかるからね。後ろのこのなんかタワーバーみたいなもこれね、なんか色塗ってるね、このグラデーションみたいな色。すごいな、細かい。これカーボンのリアウィングね。これだけで何百万するのかな。結構鬼キャン来てるね、でも。キャンバーも結構来てるよ、これ。下げるとやっぱこうキャンバーつくもんね、大体。これはすごい。これエンジンかかってやばい。これは爆音だろうな。俺搬出を取りたいけど、そんな時間まで折れるのかどうか。ここのイベント何時までだ ?4 時半だっけ ?4 時半だったっけな。アベンタドーク。何時か。これは430だな。430。オーブン開けっぱだな。すごい。オーブンカーの屋根開けっぱ。すげえ。とりあえずナンバーは取らないように。あれ、かっこいいな。あれ。430ね。素晴らしい。これもなんか展示してほしかったけどな。展示車両ではないけど。とりあえず、取っとくよ。ナンバーだけ映らんようにね。ナンバーだけ映らんように。こんな感じ。すごい。エンジン後ろ。エンジンもこれすごいな、後ろ。フェラーリ。430だ。430。かっこいいな。左ハンドル。お、なんか、インパネ周りがまだ違うね、今と。今の方とちょっと違うね。最初からバケットシート入ってる感じ。
430これピカピカに綺麗だよ。学生フォーム、なかなかこういうの見れるような学生が作った車か、すごいスリック体、こういうところこういうところだもんね。学生フォームだ、鈴木のマーク、学生 2000GT だな。 2000GT ピッカピカで綺麗だな。どの 2000GT もみんな綺麗だよね。やっぱこの1億円クラスの車はピカピカだぞ。これはすごいな。これでも案外近寄れるのが嬉しいな。がっちりガードではないもんで、 2000GT のこのエンブレム、尻尾焼きのエンブレムね。右ハンドトヨタ車ね、国産のスーパーカー、旧車の代表だねこれは。うん、中は一切見せてくれ、そんな感じだな。ルーキーって書いてあるのかな。おお、なんかオリジナルのこのエンブレムみたいについてるね。マフラーもこれなんかノーマルかな、ノーマルだけどなんか砲弾型のこの突き出しね、すごいな。エンブレム関連も一回全部やり替えてるか、機械だね。これは 2000GT ね、おそらく本日のメインかな。今日来てる車の中で一番高い1億円クラス。限定生産車ですね。50年ぐらい前の。360だな。あと空港イベントで見れんかったら残念だな。二気筒の360ね。ポン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 いいやつ。ポン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 いう車ね。二気筒。今から、スカイライン GTR のエンジンをかけます。ぜひ皆様、ロッキー。GTR だな。まあここをこういった感じで置くって大体 GTR だよな。大体 GTR ヴィンテージもんだよ。ピカピカだな。これはかっこいい。アコスカ、アコスカだな。あ、ボスか、ワイドボディ渡辺のホイールなかなか人が土管も取れん窓も開いてないよ、ちょっと残念だけどな。中も取れたけど取れない。2000、日産極上の GTR がオリジナル S20 インチ、車両本だけど ASK、これは1000万円じゃ足らんって言われそうだよな。案外でもパナソニックのカオスバッテリーついてるから、パナソニックのカオスがついてる感じね。フェンダーミラー、
あ、ホスカ。ホスカのこの顔が取れるのが残念。ボンネット閉めてくれてもいいよな。ボンネット閉まってるのが嬉しい。あ、ホスカ。ストロイド。11CV か。3死亡ではないのね。11CV ね。11CV。ヴィンテージものだな。1950年。70年ぐらい前か。70年ぐらい前の。クラシックカード。ヴィンテージもさあ、前から来れば、ちょっと中から動いてますからね。ちょっと勉強したいけど。ストロエ。これがストロエ。11CV ね。ヴィンテージものかな。フィアットの500円。500円。トヨタカーに置いてありそうな、そんな感じかな。博物館クラス。965ミゼット。ミゼット。これはミゼットの2代目かな。2代目のメゾットね、ハンドルになってる。バイクみたいなハンドルではない。ダイハツミゼットね。ドアがこう逆に開く感じ。ミゼット。軽トラック。ミゼットかな。ミゼットよくここまで来たよな。トロンってひっくり返りそうだけどね。このちっちゃいナンバー。ナンバーでこれなんか1番ででもすごいな。ミゼット。フォードの F100 だな。まあ近寄って撮れるもんで、ね、まあ、ちょっと遠目で拡大して撮るね。フォード F100 です。フォードの F100 だな。フォード F100。こんな感じかな。な、前からはちょっと遠いもんでね、ちょっと回るか。フォード F100 ね。なんでこの置き方なんだろう。この置き方だとフォードの F100 の顔がみんな写真撮れないっていうね、非常に残念。ほとんど実用性のないトラックね。結構でも荷物詰めるっちゃ詰めるのか。これはヴィンテージもんだよな。もうこういうの売ってないもんで、いくらぐらいで買えるものかさえわからんけどね。いい具合の。50年以上前か。やばい、ヴィンテージ。ヴィンテージもんね。左ハンドル。パンプキントロ。F100。